まこなこです。今回は課金についての考え方、また私自身の課金戦略的なことを語っていこうかと思います。課金、様々なパターンがあるかと思いますが、そのパターンについて紹介しておこうかと思います。まずは無課金。全くお金を使わずに、アプリ中で手に入る無償ジェムを使って様々なことをやっていく。こういうプレイをやっている方も多いかと思います。続いて弱課金、だいたいこれは月1000円ぐらいまで、イベントのマイレージであったり時々ゴールドマイレージを買うというようなプレイヤーが当てはまるかと思います。続いて超課金、こちら側は月3000円から5000円ぐらい、常にゴールドマイレージを買うであったりとか優勝ジェム限定の福引き、これをやっていくというようなプレイヤーが当てはまるかと思います。この場合両方ではなく、いずれかというような考え方の方が、だいたいこのあたりの金額に収まるかと思いますので、そういうプレイヤー、それが超課金と言えるかと思います。続いて、メガ課金。ここら辺から額が異なってくる。月1万円前後となります。常にゴールドマイレージ、月3000円分、これを買っていく。プラスアルファで優勝ジェム限定の福引きも全部やっていく。だいたいそれが月1万円ぐらいかなというような金額かと思います。さらに上、ギガ課金。こちら側は月4万円から7万円。今まで述べてきたもの、それは当然やりつつも、さらに福引きでスタンプ3万円、6万円達成で得られる、プラスアルファの確定要素、それを狙っていく。これは優勝ジェムを使ってのことということで、無償ジェムでも狙えることは狙えますが、これは優勝ジェムを使ってお金を投入するということ前提での話として、そういうことまで狙うんであれば、ギガ課金、4万円から7万円というのがあるのかと思います。さらに上、月10万円以上、これは商人と言えば良いのではないでしょうか。宿屋で噂話を聞いて、そしてその場所に行くと商人がいて、ゴールド余ってるからあげるよみたいな感じでゴールドくれるようなね、切符のいい商人がいますが、それぐらいの金を持ってガンガン使ってる人、福引きスタンプ2周目以降を狙うような、そのようなプレイヤー、月10万以上が商人と言えるのではないでしょうか。自分がどのあたりに当てはまるのかとか考えながら見ていただけたらと思います。ここからは私が考える課金についての考え方述べたいと思います。基本的にこの手のアプリやらないのですが、このウォーク系のアプリ、これに関してはお金を使っています。それはなぜかというと、運動というような部分を考えると、ある程度お金を出してもいいのではないかというような考えがあるからです。ドラゴンクエストウォーク、こちら側、歩く要素があるために、当然別の要素でも楽しめますが、私は歩くこと前提でやってますので、歩くことがあるために、運動になりうる、散歩で運動する、どこかに行くきっかけを作るというようなことを考えてやってますので、そう考えるとスポーツクラブ的なそういうようなものとの比較対象が出てくるというような考え方も成り立つかと思います。それではいくつかのスポーツクラブの料金と見比べて、このアプリがどういうような立ち位置にあるか見ていきたいと思います。これは東京都内の話なのですが、だいたいスポーツクラブ、入会金22万円、月額30万円となってます。そう考えると、このアプリ、例えば先ほど言ったギガ課金で月4万円から7万円使っても十分安いという考え方が成り立つかと思います。入会金22万円、月額30万円、そんなバカなとね、思うかと思いますが、そうした場所もあるということで、東京都内には。実際には他の場所、もうちょっとリーズナブルな場所であるならば、だいたい月1万円程度で、都内であれば、スポーツクラブ利用ができるようになってます。だけれども、この1万円であったとしても、先ほど述べたプラン、いくつかありましたが、そこのメガ課金、月1万円前後、ゴールドマイレージを常に買いつつ、優勝ジェム限定の福引きも引いていく。それと同額ぐらいになるかと思います。当然のことながら、ドラクエウォークで散歩するということと、スポーツクラブでの運動の質というものは変わってきますが、スポーツクラブにお金払っていても、
何かしら理由があって行かない、もしくは行けないという人も多いかと思います。それでもずるずると月額料金を払ってしまうという人もいるのではないでしょうか。そうであるならば、もうスポーツクラブは解約してドラクエウォークに1万円月使ってしまっても良いのではないかと、そのような考えが成り立ちます。私はそう考えたので、ドラクエウォークで1万円前後であるならばお金使って良いかなということで、このアプリ課金をするようにしています。本来であればこの手のものには課金は一切せず、普通のね、家庭用ゲーム機向けのゲームを買うという方を選ぶのですが、このドラクエウォークに関してはまた別の要素、運動との兼ね合いと考えるなれば、月1万円はここまで高くないという判断に至っています。この他、昔ですがゲームセンターによく行っていました。昔ゲーム好きであるならば通ったという人もいるかと思います。その時に月にどれぐらい使っていたかを考えた際に、だいたい土日行った際にそれぞれ2000円3000円とか使っていて、つまりは週で5000円、それかける4であるならば月で2万円ぐらいはゲーム、これは家庭用ゲームまた別途買ってますが、それ以外のゲームセンターだけでも私は使っていました。と考えるんだれば、この手のアプリに対しても2万円ぐらいは許容範囲なのかなというようなね、気もしないでもないです。どこかのタイミングでこういう考えを持ってしまったために、結構この手のアプリにお金を使うような、そのようなことがこの1年ありました。当然ドラクエウォークでもマックスは2万円で抑えたいとは考えていますが、それぐらいであるならば月に使っても良いのかなというような感じで今考えています。まだ始めて1ヶ月しか経ってませんが、どのような感じで今後考えているか述べていきたいと思います。まずゴールドマイレージ、これに関しては毎月3000円分4週間分を買っていこうかなと思ってます。最終的にはここは切ってもいいのかなと考えていますが、今のところは当面レベル上げまだまだ進んでないために、経験稼ぎしやすくなるという要素もたくさんありますので、ここら辺を狙ってお金を投じていく予定です。それ以外には優勝ジェム限定福引き、こちら側も狙っていこうかなと。ゴールドマイレージか優勝ジェム限定福引きかと考えた際に、もうある程度経験稼ぎ終わってる人であるならば、優勝ジェム限定福引きの方が星5の装備品が得やすいということもあるので、おすすめできるのかなと個人的には考えています。だけれども今のところは両方私は使っていこうかなと。なので優勝ジム限定福引きは出た際にはどんどん使っていこうかなと。まだ直近そこまでお金は使ってないんですが、今後ドラクエの日であったりとか何周年記念とか、そういうタイミングでどれぐらいね、こういう優勝ジム限定福引きが出てくるか分かりませんけれども、なんか後々ね、結構出てきそうなね、日に1万円とかね、それだけでかかるような気もしないでもないんですが、今のところはそれぐらいはお金を投じようかなとは思っています。で、他、例えば3万円6万円での確定の場所、あれを狙うかどうかですが、できれば狙いたくないというのがね、正直な感想。やっぱりそこまでいくと今後もずるずるとそのポイントに向けて優勝ジェム現金を投じてしまう可能性が出てくるので、できればそこまでは狙わずにというようなことを考えています。ですが記念日と言われるもの、そこに関しては使ってしまって、もしドハマりした際にはね、その後また移行しなければいけなくなる。次の記念日までに必要な6万ジェム、これを無償で貯めるということは無理そうなので、となると補填で優勝ジェム入れてしまうかどうかというね、そういうようなところを今悩んでいるところです。最終的に直近の記念日、それ以降の記念日、どのような具合になるかね、武器が出たらもう撤退しようかなというのはもう確実に考えているので、そこを一つの目処に早めに引けるんだればね、次の記念日も最大6万ジェム使うみたいなことを考えられますが、もしドハマりして一気に6万最初に持ってかれるとね、その後はまた金するかどうかを検討する必要がある。それでも先ほど言った月2万ぐらいに収まる金額であるならば、要所要所でお金を投じてもいいのかなというような気は今はしてます。
以上が私が考えるドラクエウォークにどれぐらい課金をするかという考え、それを述べてみました。いろんな考え方持ってる人いるかと思いますが、無課金でもね、縛りプレイ的な感じで楽しんで遊んでる方も多いと思いますので、そういう方はそういう方で、また私のような方は私のような方で、がっつりお金もかけてより遊びやすくしたい方はね、それを狙ってぜひとも自らの金銭感覚を崩すことなく遊んでいくのが良いのではないでしょうか。以上です。今後もドラクエウォークの動画上げていく予定ですので、興味ありましたらチャンネル登録して今後の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。